はい、こんにちはレトスの小野です5月18日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきますどれだけ勉強しても不安はなくならないだからこそこの不安をうまく使おう試験5ヶ月前なので試験を意識し始めて今年合格できるか不安ですというメールをよくいただきます で実はこういったメールっていうのは試験1ヶ月前ででもいただくんですね。私の目から見て、まあ、この人は合格するだろうなと思う方からも不安メールっていただくんですよ一つ言えるのはどれだけ勉強しても試験が終わるまで不安は取れないということなんですなのでこの不安をうまく利用するしかないんですよね不安だから勉強できないこれじゃダメなんですよ不安だからこそ不安を解消できるようになるぐらいまで 勉勉強強しようとと思っっててを進めるってことがすすごく重要なんですね今言ったようにどれだけ勉強しても不安は取れないんですよ取れないけれどもそれをプラスに変えて勉強をより一層やっていくということができれば合格には近づくわけですよねだから不安をエンジンに変えて勉強に励むということがすごく重要です先ほども言った通り不安だから勉強は手につかないじゃなくて不安だからこそ今まで以上に勉強しようっていうふうに変えていきましょう まだ試験まで5ヶ月あります。過ぎた時間は取り戻せませんけれども、これからの時間はあなたの気持ち次第でどうにでもなります。今日も一日頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の同意なく土地賃貸人に地代を弁済できる。 しかし、借地人のえ土地賃貸人に対する債務は消滅しない。丸かツかという問題です。考えたい方は、動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。え答えは、ツですねえ。後半部分が誤りです。前半部分は正しいんですけども、後半部分が誤りですねえ。まずなんですけども、借地人ってこれ誰かなんですが、借地人って土地を借りている人です。 土地を借りている人。土地の貸主が地主なんですけども、それを借りている人は借地人と呼ばれるんですね。そして土地の賃貸人。これが地主ですね。これが地主。ここに当たります。で、え借地上建物の賃借人ということは、借地上に建物が建っていて、その建物を借りている人ですよね。借地上に建物を建っていて、それを借りている人が借地上建物の賃借人です。 で、この建物のじゃあ所有者は誰かっていうと、借地人ですよ。これ意外とあの、分かってない方いるんですけども、借地人っていうのは、地主から土地を借りて、そこに建物を建てます。で、借地人が、その建物を誰かに貸します。で、この借りた人が借地上建物の賃借人だということです。なので、この建物の所有者は借地人ですね。で、このような状況で、借地人が地主に対して、 土地の賃料を払っていないと。まあ、つまり滞納していると。そのような場合、借地上建物の賃借人が代わりに弁済することができますかという話で、問題文はできると書いてありますね。で、これは正しいです。借地上建物の賃借人は正当な利益を有する第三者に該当するので、借地人の承諾なく第三者弁済を行うことができます。で、弁済することによって、 借地人が有していた債務、地代を支払う債務、これは消滅いたします。したがって、えー、借地人の土地賃貸に、まあ、印ですね、に対する債務は消滅しない。これが誤りだということです。で、正当な利益を有する第三者については、少し細かくなるので、短期講座でお伝えします。で、今回のように、きちんと問題文を整理することっていうのは、理解学習を実践する上で非常に重要です。わかっているから大丈夫。ではなく、 問題文の整理を日頃から習慣づけているかどうか考えてみてくださいこれが習慣づいていれば本試験で問題文がわからないだったりとか問題文を理解するのに時間がかかるこういったことはなくなります今年合格するためにも問題文の整理は習慣化していきましょう言っていることはわかるけれどもできない続けることができない というのであれば短期講座をぜひご活用ください短期講座のえ問題集の解説には問題を理解するための記述こちらも記載しておりますもしわからなければいつでもご質問いただけますのでご安心くださいまずは問題文の理解の仕方から教えていきます短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいで問いにですね賃貸住宅の管理業者が 貸主から管理業務と合わせて入居者募集の依頼を受けて貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。まるか罰かという問題です。で答えはツですねえ。この管理業者っていうのは、宅建業の免許は必要です。まあ、管理業者だから免許は不要と飛びつかないこと。管理業者でも宅建業を行う場合は免許が必要なんですね。 で、本門の管理業者っていうのは、宅建業、賃貸住宅の貸借の媒介を反復継続して営むって書いてありますよね。これは宅建業にあたるので、宅建業の免許が必要です。で、この点についてきちんと理解したい方は、短期講座で考え方をお伝えいたします。理解学習をして、勉強した分だけ、もう実力を上げたいと。 もし思っているのであれば、ぜひ短期講座ご検討ください。今からであれば、えー、あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強していきましょう。で、問井さんですねえ。地区計画はえ、建築物の建築形態、公共施設、その他の施設の配置等から見て、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい対応を備えた良好な環境の各外区を整備し、開発し、および保全するための計画であり、 用途地地域域が定定めめらられれてていいいるる土のの区におみかかとう問題ですえ答えは誤りですね。用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。ここが誤りです。用途地域が定められていない区域についても、地区計画を定めることができるからです。でポイントは、地区計画を定めることができるのはどこかっていう部分なんですね。地区計画を定めることができるのは以下の2つの区域です。 一つ目が用途地域内。もう一つが用途地域外でも一定の要件を満たす区域。この二つなんですね。従って、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められるっていう部分が誤りだということです。用途地域が定められていない土地の区域であったとしても、地区計画を定めることができる場合もあります。そして、用途地域外でも一定要件を満たす区域のこの一定要件。これについては考える必要はありませんので。 用途地域外でも定めることができる区域があるんだということを頭に入れておけば大丈夫です。無駄な勉強をせずに必要な部分だけ頭に入れていきましょう。で、えっ一でもお伝えした通り、毎日の勉強が2時間ぐらいしか勉強できないっていうのであれば、ぜひ短期講座ご検討ください。え、調べるってなってくると、おそらく毎日4時間5時間ぐらい勉強しないと間に合わないと思います。合格するための理解学習ってなってくると、やはり独学だったらそれぐらいかかってきます。 予備校に通っていても予備校では教えてくれないから自分自身で調べないといけない。結果的にやっぱり4、5時間っていうのは毎日かかってきますので、もしそんなに時間取れないっていう方は、ぜひ短期講座ご検討ください。短期講座であれば、そういった部分についてはもう解説の中に入れてありますので、毎日1時間半から2時間ぐらいの勉強で間に合いますので、あまり勉強時間作れないっていう方は、短期講座で一緒に勉強できたら嬉しいです。 で短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認いただければと思います今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレドスのオムでした